行ってきます。次は加賀橋さんの題名知りませんが、仮に書いてきました。夢によろしくと、よろしくお願いします。今日の夢によろしく、夢によろしく、あの日の夢によろしく、夢によろしく、今日の今よりもっと、夢よりずっと向こう、あの日あなたに会った私の青空、たった一度の夢、一人の夢、世界中集めても一つの空。今日の空がある、あなたがいる、昭和時代の黄昏、夢によろしく、今日の夢によろしく、夢によろしく、あの日の夢によろしく、どうよろしく。本編はここまでで、おまけいきます。おまけの方がちょっと長いんでごめんなさい。一人の暇そうなおっさんが、若い兄ちゃんに声かけられた。旦那いいとこありますぜ、ちょっと遊んでいきませんか。いいところってどんなとこ、おっさんは兄ちゃんに聞いた。飲んで食べて歌ってメロ格安格安低料金、oh yeah、それになんて言ったってえりすぐりのいい子がいますぜ。何本当にいい子だな、嘘じゃないだろうな、おいえ。おっさんは久しぶりに妄想に夢、胸躍らせて、おいえ。転がるように兄ちゃんの兄ちゃんの後をついてゆく、おいえ。おっさんの夢は膨らむ、どん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 膨らむ、ついにおっさんの時代か、夢は膨らむ。兄ちゃんが立ち止まる、旦那来ました、ここがいいところ、ここが浜北区、おいえ。おっさんの夢は消えた、おっさんの妄想は消えた、おっさんの時代は来なかった、おっさんの夢は消えた、おいえ。浜フォークのおっさんたちは十分注意してくださいね。甘い言葉には騙されないようにね。ララ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 、ララ以上。
今日はちょっと夢が崩れました。よかった。こんなに受けた思いはなかったですね。